ナミさんお疲れ様です。いや、ナミさんのことね、放送でよく使わせてもらってますよ。まあ、ナミさんのね、お名前出すぐらいではあるんですけども、まあ私の中でね、このネットビジネスの重鎮といえば、まあ私もおりますけどもね、小野里さんがいて、東京に小野里さんでしょ。で、北の方には新潟のナミさんがいて、で、南の方には吉谷さんがいて、で、広島には私がいるみたいな感じじゃないですかね。まあ、なかなかいいこのトライアングルじゃないですか。で、ちなみに小野里さんは H2 クラブっていうのを主催されていて、そこに広瀬さんもいらっしゃったりとかね。それから四国には菊田さんって方も、キクリンもいらっしゃるみたいな感じで、ちょっと輪が広がっていくわけなんですけども、まあでもね、よく名前出すのは吉谷さんとか奈美さんとかね、小野里さんですよね。まあ、というのが、それぞれの視聴者さんがぐる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 回ってると思うんですよ、これ。だからなかなかいいフォーメーションですよね。で、多分ね、このフォーメーションの中に入った人っていうのはすごくラッキーだと思います。おかしな案件掴む可能性が非常に低いからなんですよ。だからそこはね、これからもね、私は強調して伝えていきたいかなと思いますよね。まあビジネスなんで、やっぱりね、結果が思わしくないこともあるんですよね。ビジネスってのはいい時も悪い時もありますしね。まあ人生何でもそうですけども、それにビジネスが順調でも、それでもね、途中でそれを手放す人も当然いますし、うまくいったからこそ破綻するっていう例もありますからね。まあ宝くじが当たっちゃったみたいなことではないですけども、だから、うまくいっても、侮ることもできないし、うまくいってなくても手を抜くことができないし、まあ日々勉強、日々精進、日々感謝ってとこじゃないでしょうか。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。